これからカンジャン市場に行きます。ここが、構造市場、日本語読みで構造市場のカンジャン市場の入り口ですね。人がめっちゃいっぱいいる。ここにいろんなね、あの商店があるみたいで、なんか食べ物もいっぱいあるみたいで、かなり良さそうなんで行ってみます。ここ結構奥までね続いてる。いろんなものが売ってますね。ここ十字路、この結構いろんな店ありますけどね、これね広すぎてどこがね入り口か分かんない感じで、途中からこの食べ物屋さんがいっぱいね出てくる感じです。市場みたいなんだけど、こういう感じで、ここめっちゃ有名店らしいです。美味しい。すごい、なんか世界の国旗がいっぱいな、お祭りみたいなんですよ。縮みとかもめっちゃ売ってる。すごい屋台が。ここ人いっぱいいるから、ここ入ってみる。めっちゃね、狭いね。ここの、はい、ここのユッケ、このユッケ食べたいと思います。生肉、これ、生レバーとユッケ、日本じゃ食べれないから、これ。食べますよ。海苔も。もう昨日と一緒でテラビール飲みます。もう動いてる。これはこれにつけて食べる。これ住んでるか、ね、トッポギ、トッポギが300円。家に行く。あ、
はい、からしだ。これね、商店街の中は説明してくれる、日本語とかで説明してくれる人います。